どうも、阪神情報局です。このチャンネルは、現在、タイガースファンの方はもちろんのこと、なんか最近、タイガースに興味出てきたな、もっとタイガースについて詳しくなりたいなという方々に向けて、日々の最新情報、そしてより、皆さんのタイガースの知識が深まっていくような動画を提供していきたいなという思いの中で、このチャンネルを運営させていただいております。そしてなんと、皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者4700人突破ということで、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4800人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで早速お話をしていきたいなと思うんですが、現在この動画を撮影しているのが5月23日の2軍戦終了後なんですけれども、まあ今日のこの2軍戦に関しても1軍メンバーが2軍戦で調整を行うというね、まあ大山選手もフル出場ということで注目度も高かったんですが、この2軍戦のまあ終盤ぐらいにですね、まあ1軍の方で板山選手の登録抹消が発表されたということで、まあ今回の動画では2軍戦のね、まあ主なメンバーの結果であったりだとか、まあなぜ板山選手が抹消されたのか、そしてなんでね、こう板山選手が今のタイミングでの抹消なのか、そして今後交流戦の中で考えられる、まあ入れ替え、まあ抹消入れ替えのところですよね。まあこの辺についてもお話をしていきたいなと思います。はい。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、本日23日の2軍戦のね、こうドラゴンズ戦に関しても、まあ非常に豪華なメンバーというところなんですけれども、まずメンバーのご紹介ですが、1番センター江越選手、2番セカンド山本選手、3番 DH で梅野選手、4番サード大山選手、5番ファーストヨーカー選手、6番ライトでロハス選手、7番キャッチャー原口選手、8番ショート木浪選手、9番レフト上田選手、そしてピッチャーは村上投手ということで、まあ梅野選手がね、こう DH で打撃のみの調整であったりだとか、まあ、原口選手もかなりね、こうキャッチャーというところからは遠ざかってますから、まあ、何かあった時のためにっていうところもあるでしょうし、まあ、大山選手のフル出場、ロハス選手の状態を上げるための試合っていうね、まあ、いろんなポイントがあったわけなんですけれども、まずざっくり投手陣から見ていくと、やはり村上投手いいですね。まあ、今シーズンのドラフト5位ルーキー村上投手なんですけれども、4回3安打1失点ということで、まあ、山下選手にねホームランは浴びましたけれども、まあ、最速147キロのストレートに80キロ後半のスローカーブということでね、まあ、これだけ緩急ついてたらなかなかそう簡単には打てないよなというピッチャーなんですけれども、まあ、しっかり結果を出したと、まあ、若いピッチャーねどんどん上がってきてる状況ではあるので、でタイガースの先発もね、まあ、充実しているように見えて、まあ、一軍で回ってるピッチャーはねしっかりと結果を出してくれてるんですが、今現状の頭数っていうのを考えていった時に、まあ、また何かアクシデントがあればね、まあ、十分この村上投手にもチャンスは回ってくるんじゃないかなということで、非常に楽しみな投手ですね。で、まあ、その後はね、尾中投手、湯浅投手と繋いで、その後石井投手が投げました。まあ、昨日に関しては、及川投手、斉藤投手も投げて、まあ、一軍に上がってきた、この石井投手ね、まあ、なかなか一軍での登板というのがありませんでしたから、まあ、ここで最終調整というところだったんですが、1回無安打無失点ということで、まあ、しっかり結果を出しました。まあ、一度ね、こう開幕一軍で5試合登板して、防御率 14.54 と、まあ、苦しい思いをピッチャー、ね、苦しい思いをしたピッチャーなだけにね、まあ、ここに来てまたしっかり結果を出してくれてるというのは、まあ、チームにとっても非常に大きいんじゃないかなと思いますね。で、続いて打者ですけれども、やはりこう注目度が高いのは大山選手ですが、まあ大山選手今日もね、きっちりヒット1本打ちました。まあ激しいレフト前ヒットをね、まあそしてあわよくばホームランっていう大ファールも打ちましたから、まあ大山選手に関しては映像を見ていても何ら問題はないかなっていうところですね。まあ守備に関してもバッティングに関しても、その背中の張りというところでね、まあ2軍に落ちはしましたけれども、まあ特に問題はないのかなと。うん、まあ見ていても準備万端かなっていう感じですね。で、ロハス選手に関しても今日は左打席でライト前ヒットを打ちました。まあそれね、大山選手が二塁からガーッと激走して、ホームではアウトにはなってしまったんですけれども、そういう走塁という面でも問題はなかったですし、まあただ右打席なんですよね。まあ右打席でこう内野フライというところもあったりだとか、やっぱりこう左打席は触れてるなっていうのは、もう一軍戦、そしてまあこれまでの二軍戦2試合でね、まあそれなりのスイングっていうのは見せてくれているので、まああとは右打席なんですけれどもね、まあ先ほどの動画でもお話しましたけれども、DH が使えるパリーグ主催の試合に関しては、まあ糸井選手を起用する可能性も高いんじゃないかっていうね、まあ、矢野監督もコメントを出していましたけれども、そうは言ってもやっぱりこのロハス選手もね、まあ、今後外国人枠の争いの中でしっかりと一軍にね、いなきゃいけない選手ですから、またこの辺についてはお話をしていきますけれどもね、まあ、とりあえず左打席で一本結果が出たというのは大きいんじゃないかなと思います。で、その二軍戦の途中でですね、まあ、一軍の方で、ま、抹消の発表があったということで、それが板山選手なんですけれどもね、まず板山選手の今シーズンの成績というのを見ていきたいなと思うんですが、ここまで36試合に出場して、打率が1割2分5厘、打数というのはわずか8打数でヒットは1本ということで、まあ、そもそも打数
席数にそんなにね、こう与えられてないというか、まあ、基本的なその出場機会というのは、まあ、守備固めっていう部分なんですよね。まあ、ダイソーというところもありますけれども、まあ、5月18にね、ヤクルト戦で1打席立って、まあ、そこからは1軍の試合もなかった分ね、まあ、2軍の試合昨日出たりっていうのもあったんですが、まあ、今回は板山選手が抹消になったと。で、まず板山選手の抹消理由ということで考えていったときに、まあ、やはり明日のね、工事の部分で大山選手が、ま、こう登録される形になって、もう先に板山選手を抹消してるっていうのが、まあ、一番考えられる理由なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、大山選手のここ2試合の動きっていうのを見ていても、まあ、問題ないように感じますし、矢野監督もそう、平田二軍監督もそうですが、まあ、特に大山選手に関しては心配はないよっていうことなので、まあ、そして交流戦の頭からもともとこう起用するプランというのも明かしていたので、まあ、今回は板山選手が抹消になったのかなと。で、まあ、なぜ板山選手なのかっていうところなんですけれども、まあ、僕の中で大山選手が上がるということになれば、まあ、誰かを抹消しなければいけない現状がありましたからね。まあ、まだ大山選手と完全に決まりきったわけではないですけれども、まあ、おそらくその流れの中で、まあ、可能性がありそうなのが、まあ、上田海選手であったりだとか、まあ、上がってきたばかりではありますけれども、江越選手か、まあ、板山選手かなっていう感じだったんですよね。まあ、二遊間の部分に関しては、やっぱりこう、糸原選手が離脱している中で、まあ、小畑選手であったりだとか、まあ、そういう選手も下げづらいし、まあ、山本選手に関してもね、やっぱりこうセカンドショートだけじゃなくてサードを守れたりっていうところもあるので、で貴重な右の内野手っていうところを考えても、まあ山本選手は考えづらいかなと。ね、もちろん中野選手もそうですし、で、上田選手と板山選手どっちかなっていうのを考えていったときに、まあ、DH、そして今回大山選手がサードで帰ってくるということになれば、まあ、これまでロハス選手がライトを守っていたんでね、で、レフトがサンズ選手だったと。なので、板山選手に関しては、守備固めで入るっていうことが多かった分、このサンズ選手、ロハス選手の、まあ、交代のところで入るっていうのが考えられたんですが、ライトにまた佐藤選手が回るっていうことが考えられるので、まあ、正直守備固めってなってくると、外野の守備固めに関してはサンズ選手、まあ、ぐらいになってくるんですよね。で、やっぱそれらを考えていったときに、まあ、江越選手であったり、まあ、それこそこの板山選手ね、守備固めが考えられるんですが、まあ、江越選手と板山選手を2人置いていくというよりは、まあ、ダイソーの上田選手であったりね、まあ、そういったところをちょっと重宝したのかなっていうところと、まあ、板山選手に関してはね、守備走塁はもちろんなんですが、本来バッティングもね、しっかりアピールできる選手なんで、まあ、ただね、現状の一軍の外野手を考えると、まあ、なかなかスタメンで打撃数をどんどん回していくっていうのは難しいので、まあ、そういった意味合いでもね、こう二軍での調整というところになるんじゃないかなと思います。まあ、板山選手がどれぐらいね、こう一軍に貢献してたかっていうのは、やっぱりこう試合の出場数でわかると思うんですよね。まあ、ほとんどね、スタメンの選手に関しては、まあ、40試合からマックス42試合出てるんですが、山本選手と板山選手が36試合なんですよね。なので試合数で見ていった時に、それこそヨーカー選手以上に出ていたりだとか、まあ、怪我での離脱がありますけれども、大山選手よりも出場試合数は多いと。なのでまあそういう守備固めとかね、まあここのダイソーっていうところに関しても板山選手はかなり重宝されていたので、まあ今回はそういうね、巡り合わせの部分での二軍降格になったのかなっていう感じなんですが、またね、しっかりと調整してきてもらえると、まあ打撃というところでも使えたりしますし、まあ代打に関しては糸井選手、原口選手、ヨーカー選手がいますから、まあそう簡単なところではなかったということでね、まあ今後は打撃でのアピールっていうところも、まあ注目したいかなというところですよね。まあまたね、こう明日に大山選手のところっていうのも考えられるわけなんですが、まあ今後考えられる入れ替えっていうところで見ていくと、まあ外国人枠に関しては、やっぱりこう今現状ガンケル投手がね、外れてる状態にはなるんですけれども、まあそことまたロハス選手が交代の可能性っていうのも十分ありますよね。やっぱりアルカンタラ投手も前回よくまた次投げるっていうところも考えられますが、やっぱり外国人枠に関してはピッチャーというところ、まあしっかり投げれるピッチャーをね、まず計算していきたいところなので、まあそれらを考えていった時に、まあロハス選手が2軍に落ちるっていうのも十分に考えられますし、で二遊間に関してね、まあ木浪選手が結構二軍でいい成績を残しているので、まあ今現状小畑選手、中野選手、山本選手、まあこれらの3人で回していくっていう風な流れですが、まあもしかしたら木浪選手がどこかのタイミングで、まあこれらの選手との入れ替わりで可能性はあるんじゃないかなと、まあ小畑選手の可能性が高いですけれどもね、まあそれか上田選手かっていうのも考えられますが。で、今日もね、まあ、二軍でしっかり結果を出してるのが小野寺選手なんですよね。まあ、二打席連続タイムリーっていうところもそうですし、まあ、逆方向にしっかり一本出せると。まあ、ただ小野寺選手も上げたいんですけれども、なかなかね、こう、代打っていうところも原口選手がいますし、ヨーカー選手もいますし、まあ、そこに小野寺選手ってなると、まあ、なかなかスタメンもそうですし、代打でも使いづらい現状があるので、まあ、それだったらね、まあ、二軍で打席数を与えてっていう流れの中で、また何か一軍でアクシデントがあったら、その時に、まあ、小野寺選手が上がってくるっていうね、まあ、可能性
性も考えられるんですが、まあ2軍でね、打率ももう首位打者ですから、まあ一番いい結果を出してるバッターですからね、まあそういった意味合いでは1軍で起用してあげたいんですけれども、まあ出場機会というのを捉えていった時にね、ちょっと難しいところがあるので、まあ今は2軍ステイかなっていう感じですが、まあ今後考えられるとしたらこれらの選手の入れ替えがあるかなっていうところなんですが、また最新情報が入り次第ね、お伝えをしていきたいなと思います。はい。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでチャンネル登録者も4700人突破、いつもありがとうございます。次は目指せ、チャンネル登録者4800人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。はい。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。板山選手の抹消はちょっとびっくりしたけど、その分2軍で打席数もらって、バッティングでも結果出していってほしいです。ではまた。